はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、クリアレベルがですね、なんとかレベル34まで来ました。なので今一番苦しいところなんだけど、なんとかねレベル35まで行ってですね、特殊能力持ちキャラテングザ9をねゲットしたいと思います。テングザ9はですね、最終決戦のまで敵からダメージダウンのね特殊能力があるんで、これはちょっとワンチャンあるんじゃないの。ちょっとねどれぐらいダウンするのか分かりませんが、そのあたりもね見ていきたいと思います。さあゲートが開いたぜ。まずはね最終決戦行く前にですね、決戦の間をねクリアしないといけません。決戦の間レベル35来ました。これがマックスです。こんなパーティーで行きます。生ハゲをなんとかですね初日のガチャからゲットしました。特殊能力持ちキャラぶっ壊れです。デカプニが降ってくる。さあ行きましょうか。この生ハゲさえあればね、レベル35はまあ道中に関してはまあほぼほぼノーダメージでねスルーできる。むちゃむちゃ強い。このサイズ3でワンパンかよっていうね、どういう設定してんだよ。まあ嬉しいけどね。さあそしてワイポイントね稼いでいきますよ。まあ途中ねガチャまだまだ回していくんで。さあ敵が2体のステージ、レベル35がマックスだよね。さあ生ハゲさえいれば楽勝だぜ。さあそしてワイポイントもね稼いでいきます。11ポイント、そして17ポイント、あまり稼げない。やはりご褒美の間だよね稼げるのはね。さあステージ3、さあここは3体ステージ、カズマ出てきたぜ。さあここも生ハゲ組んでいきます。さあなんとかね道中はいけました。さあ問題はねボスだよね、テラオズマ。むちゃむちゃ強い。レベル34でもねちょっとやばかったんで、レベル35。さあテラノーグ行くぜ。さあパーティーねちょっと変えます。王族染めで行こうかな。これ迷うとこなんだよね、生ハゲ入れようか外そうかってね。さあ覚醒エンマ、まあ、種族効果アップ要因で入れました。そして不動ライザー、不動さん強いのかねちょっと分かんないんだけど、とりあえず入れとくわ。そしてノルカソルカ、普通に強い体力プニケシ。そして暴走カイラ全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。今回は王族が使えるからまあちょっと助かるよね。さあ行きましょうか。これがちょっとさ種族縛りで王族が使えなかったらねもう罪です、完全に罪です。さあこれでなんとか削り切りたいけど、ちょっと反撃が痛いんだよな。899、スリーカウントごとに899、これもえぐい。さあフィーバータイムに入って、フィーバータイム中にね連発する作戦で行こうかなと思います。さあフィーバータイム入りました、行くぜ。さああまり溜まっていない、ノルソル打って体力振り消し。さあ不動産行きます。そして暴走行って、ちょっとね HP 注意していきます。フィーバータイム中にね死んじゃうとそこはカウントされないので、フィーバータイム明けに打って、これでおっとミリ残し。運営もねうまい調整してきますよ、わずかに届かないっていうね。さあお助け入りました、いきます。あと1ミリ、ちょっとパーティー変えます。さあ行きましょうか。
さあなんとか倒してレベル35テングザ9をねゲットしたい。 SSS ランク、 SSS ランクなんで、まあ普通に特攻は置いといてもこのイベント攻略で使えるよね。さあフィニッシュ、いったぜ、33000。さあクリアしました。やべえな、20ポイント。さあこれでだいぶ長かったんですけども、レベル35まで来ましたよ。5600Yマネー。さあこれでクリアご褒美のテングザ9、今回はポイント交換じゃなくて配布、無料配布ということで、これはちょっと助かるよね。さあテングザ9辞典に登録しました。さあ早速ねテングザ9使っていくわけなんですけども、まずはこの決戦の間をねクリアして、その先の最終決戦の間、まあそれがレアなんだけど、それを出してですね戦わないといけません。だからこの決戦の間クリアした時点でもう HP 瀕死だとさ、やばいよね。最終決戦の間もう無理だろっていうね、瀕死の状態でクリアできるのか。まあそこはテングザ9のねダメ化があれば、まあほぼほぼねダメージをカットしてくれるのであれば、まあワンチャンありそうだ。さあ連発していく。ここのねこの決戦の間のステージ35がねノーコンテクリアがね非常に厳しいんだよね。まあギリいけるかいけないかっていう設定だからね、ここがねもう少し簡単だといいんだけど、やっぱだから特殊能力持ちキャラを使えってことか。だからダメージダウンを持っている特攻キャラ入れれば、まあノーコンテクリアがね可能になると思うんだけど、現状ね持ってません、厳しい。だから気まぐれゲートね、 Y ポイント稼げるって言っていても、この周回ができないと厳しいよね。さあお助け、もうお助け前提ですね。ミリ残し、まあお助けを組み合わせればなんとかねここの間がクリアできるっていうね、ギリギリです。さあ倒しました。さあこれで出てくるのか、最終決戦のマレア。突然出てこなくなるパターンあるからね。さあ64ポイント。お、来たぜ最終決戦のマレア、攻撃力アップ無効。お、テラオズマ来ました、凄まじい力。融合合体、なんだよそれ。アニメのあれだよね、みんなで力を合わせて戦うアースマ来ました。さあテラオズマいきます。ちょっと HP ね半分ぐらいしかありませんけども、まずはちょっとねテングザ9入れていない状態でちょっとどれぐらいの攻撃か、282で、その後でねテングザ9を入れて、まあどれぐらいカットされるのか。今回テングザ9がね活躍度中ということなんで、小ではないところが非常に嬉しい。282、3カウントごとに282と、大体わかりました。さあそれでは特殊能力持ちキャラのテングザ9入れます。ダメージダウン、ダメージダウンなので正直技レベルはねあまり関係ないというか、上げてもね、まあテングザ9を使えばね、まあその技の威力は上がるんですけども。さあ全ダメージダウンと、これで239、282がですね239まで下がりました。ざっくり 15% カットです。これを多いと見るのか少ないと見るのか、あんま変わんねえなっていう感じするけど、この 15% が地味に効いてくるのか。
まあでもないよりあった方がいいか。週なんでまあこんなもんなのか。微妙っすね。また微妙。なんか何だ理由を入れた方が多いんじゃないかっていう気がしないこともないですけども、まあいいでしょう。さあワンフィーバーで倒しきりたい。ちょっと HP ゲージチェックしながら、そして技ゲージを置く、ためる。でもこの天狗座ラインの必殺技かっこいいよね。この竜巻を呼び出す。さあワンフィーバーでいけるのか。いきましたね。天狗座ライン意外と強いじゃないか。さあなんとかね倒すことができました。さあ100ポイント、まだまだ先があります。やっていきますよ。69ポイント。さあクリア報酬は、おお140ポイント、でけえ。